もムロデです。今回は側宙側宙やってみました。これなかなかに大変だね。まず2回目をまっすぐやるのがさ、もう荒ぶっちゃって大変だよね。あとは1回側宙やって終わりじゃないから、次につなげられる回転力がいるんだよね。回転力ないほどつなぎ目が見えちゃうって感じ。だからね、感覚的には高さ犠牲にして回転力に全振りして側宙をやったっていう感じかな。2回目はもう完全に横にぶん回す感じだね。だから荒ぶるんだわ。静まりたまえって言われてもちょっと無理だったかな。あと難しいのはスピード。こことここの弾くって動作だけは絶対に必要だから、勢いつけようと思ってあんまり爆速ダッシュすると弾くの失敗しちゃうんだよね。弾くっていうのは地面から反発もらうことね。踏み込みうまくいったら感じられるふわっと感。格ゲーのキャラみたいだよね。